これ面白いでしょ。これね、ベトナムだったかな。ベトナムなんかでこうできた竹の文化があるんですこれね。向こうにはね、マラッカ海峡のね、で狩り求めてきたね、あの鳥があるでしょ、鳥ね。あれ風が吹くとふわふわするんだ、マラッカ海峡のね、鳥があったりね。まあ竹に関するものは、まあ、あらゆるものね、あの友人からいただいたりね、私海外行ってね買ってきたりね、これ綺麗な音するでしょ。で、ふくろうみたいなやつが上におってね、なんとも言えん音が。どこどこどこ、あの上に、上にあるやろ、上にあの鳥、あの上につあのぶら下がってるやん、鳥見えへん。これあの鳥、鳥や、鳥ね。それ動かすとね、またコロコロって言うでしょ。これ、これマラッカ海峡ってね、あのなんと今最近あの飛行機がね、行方不明になった場所あるでしょ、飛行機がね。そのところの海峡でね、あのインドとかね、よあの中東とかヨーロッパ行くので、石油タンクかなんかこの狭いところのマラッカ海峡を通ってね、あの行くんです。有名なところ。こんなの売ってる。よくできてるな。よくできてるでしょ。日本人もこれね、竹の文化あるから、こんなもんをもっとね、作ったらね、売れるんじゃないかなと思うんですけどね。手間いるから、これ誰も使わないんちゃうかな。これうまいこと焼いてね、こう、面白いやつがブラブラとこう、鳥がまさに飛んでるような形でね。うん、面白いでしょ。まあそれも面白いんだけどね、こっちのね、これはね、私のまあ一番、私民族学が好きなんですよ。それでね、そのまあ後から見ていただいたらいいんだけど、世界50カ国回ってきた。でね、あの別館のね、2のあの蔵の2階にね、世界の民族があるから、もし時間があるんだったら、世界のね、もうものすごい珍しいものがたくさん展示した。チベットとかインドね、だからエジプト、全部回ってきました。で、ここはね、私たちの日本人にとって非常にな重要な、まあ、部分である。で、高度な勉強された、大学で勉強された方はもうがんじがらめのその歴史というものを、まあ、学んでおられるんでね、まあ理解できない方がたくさんいらっしゃるんですけど、まさにね、あの洗脳されてるんです、今の大学教育はね。で、ここで申してることはね、もう納得できるんですよ。つまりね、この日本は菊の御門でしょ、天皇陛下がね。この菊の御門のこの門はイスラエルのエルサレムの門の入り口に同じ門のあれがあるんです。写真撮ってきました。で、簡単に言うと、もう一つはね、日本の古い神社神道の神輿4人で担ぎます、白装束でね。で、箱の上に鳳が止まってます。これ日本の古い、これ山本でもある日本の古い神輿を4人で担ぐ、同じなんです。で、この向こうのね、この4人で担いでるこの絵とか写真はね、このユダヤの契約の箱なんです。まあ契約の箱を言ってももう分かりませんわね、契約の箱ね。これね、あのエルサレムのユダヤのこの契約の箱はですね、今日本に来てるという、エルサレムの樹脂族が日本に全てやってきてるということが最近分かってきた。で、この契約の箱を探しておられて、いまだに見つかってない。ところが日本ではね、神社神道の中でこの神輿をどこの神社でもあるんです。古い携帯の神輿はね、一緒なんですよ。こう不思議でしょ。で、この向こうの契約の箱にはですね、旧約聖書の石版といいまして、ね、旧約聖書のことを書いた石にこう彫ったね、あれが3つ入ってたんです、ね。非常に重要なものなんですよ。これ今世界の人で探してるんですね、ユダヤの人たちがね。で、このダビデの星、この三角形がこう二重にこう重なってですね、六角形になってるダビデの星というのはですね、日本の神道のこの伊勢神道、例えば京都北部のこの神社なんかにはちゃんとこの模様があるんです。はい、それとか三木首相とかの人たちがですね、私たちは向こうのエルサレムからやってきた人物であるということをおっしゃっている。で、この例をさらに、そのいくとですね、まあ、先ほど申しましたイエス・キリストはエルサレム そのベツレヘムでですね、生まれてるんですね。見てきました、教会の地下2階のところにですね、イエス・キリストは光り輝くところで生まれてるんですね。で、ふっとその横の4メーターほど右横を見るとですね、イエス・キリストが生まれたところに、ね、
馬小屋があった。馬小屋。なんで馬小屋があるんですか。日本の有名な人で馬の名前のついた有名な人がいらっしゃるのご存知じゃないですか。どんな馬だったっけ。馬宿、そう。馬宿の巫女とかね、馬宿の王子。関係しません。なんで馬宿というんですか。まさに聖徳太子じゃないですか。聖徳太子は向こうからやってきた人たちが分かったんですよ。タリシヒコというんですね。で、まあ、どこかというのは確定はできてないんですけど、トルコとかですね、トッケーとかですね、あの辺りからやってきた、こう今ここで申してるそういう人たちのではないかということが分かってきたわけですね。だから聖徳太子の名前です。馬宿のという名前がついたイエス・キリストと一緒なの。聖徳太子は奈良時代じゃないですか。奈良時代にそんな聖書が入ってきたなんていうのは学んでませんね。聖書が入ってきたのは九州の長崎にね、あれオランダからやってきたね、宣教師が初めてやってきたのは我々学んだ歴史でしょ。でも隠されてるんです、それは。まあそういうことまで分かってきたということですね。プラスね、このイスラエルのエルサレムの十種族がやってきたのを表すのに、エルサレムというのはですね、京都の平安京、京都の五番の目にあった平安京ね、あれ、あの平安京はね、イエルシャライム、イエルシャライム、つまりエルサレムのことをイエルシャライムって言うのか、エルシャライムって言うんですよ。だまさに向こうのイスラエルのその町を日本に作った。シルクロードからぞ、海のシルクロード、陸のシルクロードからこうやってきて、人たちが最後の拠点が日本やったわけですね。だから奈良に来たでしょ、まあ、平安京も来てるんです。そこにエルサレムを作った、ね、エルシャライム。でそれの北西の位置に渦政というところがあるわね、渦政映画村。そこに広隆寺という寺があるのご存知かな。その広隆寺にこの弥勒菩薩像があるんですよ。このハンカチ像で足をこうペッとこう曲げてね、こう写真があるんですけど、これ聖徳太子が送ったと言われてるんでね、ごまだご二十歳の宇治寺なわけですよ。この渦政の広隆寺はかつて中国にあった長安の同じ場所に北東の位置にあった大神寺、大きい秦の始皇帝の寺ね。ここもまあかつては大神寺と言われたんですよ。大神寺は中国では景教の寺院と言われてるんでね、景教は影の寺、つまり原始キリスト教、ネストレル産のキリスト教だった。それを日本に作ったわけですね。でもう一つはね、あの祇園祭りというのをご覧になりましたかね。祇園祭り、行列ね、あそこに船鉾があるでしょ、船の鉾。なんであんな京都のそんな海辺やにあの船の鉾があるんですか。不思議でしょ。私もね、あの京都放送に勤めてたんでね、毎年ね、あの祇園祭りの中継とかね、祇園祭りニュース取りに行ってたんですよ。なんであんなとこにあんな鉾があってね、あの船鉾があって、でしかも鉾の周りにその中東とかのそういう聖書に関係する絵柄の極乱織の絵柄がこうありましたわね。あれはね、まさに向こうからやってきた人たちの隊列を表す行列なんです。で船鉾はノアの箱舟というのをご存知かな。ノアあれなんですよ、まさに旧約聖書に載ってるノアの箱舟を表してるんですよ。知ってる、ノアの箱舟。知らんかな今ね、小学校、小学校、あ、そうかね、小学校だとわからないな。お嬢さん知ってる、ノアの箱舟あれなんです。最近はノアの箱舟映画がね、あの上映されてますけど、あれを表すんですよ、船。だから世界が、ね、全部海になってしまう。もう悪い人たちがいっぱい氾濫してね、もう神様がやったかどうか知らないんだけど、そのものが実際あったのかもしれませんけどね。で、そのいい人たちだけがね、その船の中に乗ってね、いう人たちだけが残って、人類は全部死滅してしまった。でその船に乗ってた動物、人間だけが生き残って現在の我々になったっていうんです。これすごい物語で、信じられないような物語なんですけど、それは旧約聖書の中に載ってあるんですね。まあ、これをまた勉強するとね、私も今勉強してるんだけど、もう一つわからない、そのノアの箱舟のあったのはトルコの その北東の方にね、
そのアララドさんとかいうのあるらしい。最近ではそのね観光ツアーもできるようになりましたわ。トルコ行ったんですけど、当時あんなところで観光ツアーなかったんでね、行けなかったんで、最近ではもう有名になってきて、アララドさんでね、本当のノアの箱舟がね、衛星から眺めてプーッと拡大していたら、まさにその船の形をしたね跡があるんですね。これ YouTube なんか見ると載ってますわ、うん、まあそういうのも関係してる、来てるというね。まあすごいことがね、このことが私分かってきてね、もう大変なことになってきたんですよ。でこのシナゴーグがね、このイスラエルのエルサレムにある、まあ日本で言えば、まあ、今日神社にあたるものがね、シナゴーグというんですよ。でこのシナゴーグのこの配置がね、この模型買ってきたんですけど、縦に並んだ一番奥に日本のような本殿があるんです、うん、同じなんですね、形もね、不思議に同じなんです。しかもね、イエス・キリストがこの布教した場所はね、エルサレムの右上の方にある、ガリラヤ、ガリラヤ湖で布教したんですよ。日本にもちゃんとあるんです。平安京の右上に湖あるでしょ、向こうのガリラヤ湖と同じ場所にね、琵琶湖あるでしょ、うん、ちゃんとあるんですよ、平安京の右上、うん、エルサレムの右上のガリラヤ湖、イエスが布教した場所がちゃんと、その場所をたまたま選んで、ここに都をね、十子族が世界へ散らばった時にですね、ここの都を見つけてね、私はこの平安京に作ったんじゃないかなと思われるんですけどね、まあ、これは私はここで申し上げておりますが、京都市の資料の中にはそんなのは最近出てきたかどうか知らないんですけど、私が知る限りはどこにも書いてません、テレビでも言ってません。しかしもうこれだけのことが分かったらね、これ崩すことがもうできないんですよ。ところがこれ学会の認めませんよ。日本の学会はそんなところなんですよ。嘘800ね、歴史の昔の歴史を解明することなしに嘘800述べてる。これが日本の歴史、日本人は全部騙されてるんですよ。そういう人に騙され、私から言えば騙されてる、彼らから言えばお前をアホなこと言うと気違いだとまあ言われてるんですけどね。でもここまで分かってきて、もうネットの世界ではもう当然のことのように、インターネットね、もうバンバン皆さん言っておられます。しかもYouTube なんかではね、もう皆さんがもう述べておられますしね、もうこれはもう間違いない、いずれこれを認めざるを得ない時代が、まあ、来るんではないかということが、皆さん、まあ、おっしゃっておられるということですね。だから あとね、この磯の上神宮、さっき物部氏が言ってたこの七支塔ね、磯の上神宮行かれましたかね、行かれたら磯の上に行くとね、この上の方にある刀あるでしょ、刀の横にこのちょっとこう出っ張りがありますわな、七つの出っ張りね、これがね、磯の上神宮の御神体であり国宝になってるんです、うん、奈良 の天理にありますわね。でその手前にあるのがね、それとよく似た燭台、つまりね、教会のろうそくを灯す食材もこれ奈良のなんです、うん、よく似てるでしょ、これ同じやと言われてる。だから物部氏は元聖書を持ってきた人たちであり、逃げ入ることであり、日本に最初にやってきた人たちだということも分かってる。向こうからやってきた、エルサレムからやってきた十種族の中の人たちですね。でしかもね、我々仏教と仏教はインドからやってきたって言われるんですね。でインドの仏教を、まあ、そういうことを教えをしたのはお釈迦さんね、お釈迦さんと書いてますね。でお釈迦様はサカ族なんで、イスラエルの十子族の中のサカ族と言われてるんですね。これはお坊さんの中でもよく勉強した人はご存知なんです。だから仏教であろうと神道であろうと聖書であろうと全部元は同じなんです、教えは。ただ形が違ってきて教えられてるんですけど、真の根本的な教えは同じだということが私は言えるんじゃないかなということが、まあ、いろんな長い間勉強してきて、世界五十カ国を回り、民族学を勉強してきて初めて、まあ、分かったことをここで私はまあ述べてるんですけどね、まあ、それらは空海もそれらの全てを日本に、中国の遣唐使で行って持って帰ってきた、その空海がこの竹取物語
日本人に素晴らしい、その文化をですね、持ってきたのではないかというように私は、まあ、理解しているということですね。分かったかいな。あたかな。これはまあすぐわからないんだけど、まあそれらしきには特にはそのことをね、まあ学校の夏休みの課題としてね、まあ報告すれば学校の先生もこんなことを知らんわな。まあ知ってる先生だ、あのそういうことをよく詳しい先生だったら知っておられるんだけど、それを授業では述べたらダメなんですね、日本の教育はね。もう分かっててもそういうこと述べたらいかん、述べることはもうちゃんと文化省っていうのかね、今昔は文部省、文化省でこれ以上のことを述べるなと、もう規定してあるから述べられないんです。日本はそういう国なんです。がんじがらめの国なんですよね。だから日本人はもう今バカです。大バカさん、お笑い者に世界からされてます。で日本人はね、外国ではね、猿と言われてる。猿、日本人猿と言われても怒らない、誰も。猿ってどんな動物ですか。もう日本人のように人間のようにこんな頭が才能で悪いことと良いことも何も見分けられずにですね、まあ、ただいただいたものをパパパパと食ってね、あって世界から猿と言われてるね。あ、猿と言われてるんだから日本人は猿と言われても誰も怒らないね。猿回しとかね、だってあるでしょ、怒らない、ね、ここで日本人ももう目覚めないとね、もう世界からね笑い者にされて、とんでもない時代に今も突入してる。これから戦争が始まるかもしれない、ね、世界でとんでもないことが起こってる。日本でも大地震とかね、大津波とか、それから 9.11 のね、あのツインビルが、あの自作自演でアメリカがやったでしょ。これも日本人知らない、まあ、あなたはまあね、若い子はそこまでわからないんだけど、大学生でも知らないね。お父さんのご存知ですかね、 9.11 は。そうですね、部分的にはまあそういう話分かってきたでしょ、でもあの東部大津波は知らないでしょ、あれはあれは人工地震だったんですよ、日本に知らない、マスコミとか全部もう嘘を、報道されて誰もわからないようにされてしまったんですよ。僕は私解明できたんですよ。まあそういうことでね、日本人がね、もっとやっぱり歴史にね詳しくね、猿のように日本人が言われてることに怒ってね、なぜ猿と言われてるのか、その原因が歴史、日本人が歴史認識を、真の歴史認識をしてなかったからこんなことになってしまった。私はもう断定できると思いますね。まあそういうところまで歴史というのは、ね、非常に重要なものであるというところですね。はい、まあ、そんなことですけどね、はい、ありがとうございます。時間がさらにあればね、